最近の不良はいろんな格好のやつがいるな。話があるんだが。なんだ。東京湾で上がった死体、あれについて調べてたらいろいろと面白いことが分かってな。死んだ女はチャンピオン街のパレスって店でママやってたみてえだ。しかも水木って名前だそうだ。もしかすると本物の水木と何か関係があるかもしれねえ。行ってみるのもありだな。パレス、どこかで聞いたような名だな。Hey,
さすがや。せや。まだな、ケルちゃん。おもろいな。ああ。どうも、アリサです。よろしく。今日はどこかで飲んできたの？いや。そうなの？お仕事帰り？あ、水割りでいいよね。ああ、ちょっと聞きたいことがあるんだが。ん？何？水木って女知ってるか？ああ、ママのことね。何か知ってるのか？ええ、教えてあげてもいいけど、一杯もらっていい？仕方ねえな。ありがとう。お願いします。で、
どうなんだ。実はね、この前ヤクザみたいな人たちが大勢でこの店に来たんだけど、来るや否や、水木ってやつはドイツだって大声で叫んでさ、それで水木ママ、お客様がいる前で無理やり服を脱がされちゃって、左胸の入れ墨見たヤクザたちがこいつだって言ってそのまま連れて行かれちゃったの。それっきり。そうか。ママが何したのか分かんないけど、あれはここのオーナーが原因なのよ。どういう意味だ。それはね、ねえ、もう一杯もらっていい？てめえ、もう飲んだのか。はあ、仕方ねえ。ありがとう。お願いします。お兄さん、アレスってお店知ってる？アレス？そうそう、どこにあるかわかんないんだけど、かなり有名なお店らしくて、オーナーがその噂聞きつけたみたいでさ。実はね、ここだけの話なんだけど、ここ完全にアレスってお店をパクってるのよ。かなり笑えない？何？アレスを探しに来る客がほんと多くてさ、その客騙してうちに呼び込んでるの。うちのママが水木っていうのも、確かアレスのママが水木って名前だからよ。そういうことだったのか。でもおめえ、そんなこと言って大丈夫なのか。いいのよ、どうせこの店今日で辞めるし。アリサ、てめえ何をベラベラほざいてるんだ。本当のこと言っただけじゃない。こんな詐欺みたいなことやってるからママどっか行っちゃったんでしょ。それはお前がここのオーナーか。あ、はい、すいませんね、アリサのやつがわけのわからないこと喋って。こんな商売やめとけ。他人を語ってやるもんじゃねえ。あ、お客さん、そいつはどういう意味です？悪いことは言わねえ。あの水木って女の二の舞になるだけだぞ。な、何？水木について何か知ってやがるな。おい、表に出ろや。さっきの話、どういう意味だ？水木について知ってるのか？お前の言う水木って女、殺されたぞ。え？なんだって？入れ墨まで真似る丁寧ぶりに、連れ去った組の連中は最後まで本物の水木だと信じてたようだ。連れ去られた本人は全く身に覚えねえのにな。哀れな話だぜ。俺が入れ墨入れさせたばっかりにこんなことになっちまうなんて。
神明はいるか？ええ、奥にいますよ。ちょっと会わせてもらうぞ。こんばんは、私神明って言います。指名してくれてありがとう。ああ、俺は桐生だ。お飲み物は何になさいます？神明、いきなりですまないが。はい、何でしょう？桃源郷の会員証持ってないか？あなた、なんでそれを？ちょっと会わなきゃならない奴がいるんだ。だがもう時間がない。そうですか。でも私からのお願い、受けてくれたらお渡しします。なんだ？私本当は密入国者なんです。それでこの前警察に捕まりそうになって、このままじゃ絶対に見つかっちゃう。私だけ中国に戻ったら弟が一人ぼっちになるんです。弟？こっちにいるのか？はい、父が日本で作った愛人の子です。訳あって今は私と一緒に暮らしているんです。そうなのか。じゃあ一人でその弟を？桐生さん、人弁士って知ってます？人弁士？この町にいる偽造屋です。絵画の贋作から偽札、偽造パスポートまで何でも偽造できる人、偽の人弁からそう言われているようです。そこら辺にいるコピー野郎とは違うのか？はい、その人がすごいのは裏の戸籍まで完全に作り上げてくれるって噂です。大したもんだな。私ここから外に出ると警察に見つかっちゃう。桐生さん、お願い、人弁士に会って私のパスポートを作ってもらいたいんです。私の代わりに人弁士にお願いしに行ってくれないでしょうか？いいだろう、俺もそいつに興味がある。ありがとうございます。本当私嬉しい。で、そいつはどこにいるんだ？七福通りのジュエルってお店へ行ってください。そこの彩香ちゃんが窓口しているみたいです。わかった。ちょっと遊んでから帰りたいですよね。
綾香はいるか。いらっしゃいませ。お客様、綾香さんですね。綾香さん、ご指名入りました。こんばんは、綾香です。ご指名ありがとう。今日はどっかで飲んできたの？いや、今日はちょっと聞きたいことがあってきたんだが、人弁師ってやつ知らないか？え？何それ？社員でキャバやってる新名の代わりに来たんだが。今初めて聞いたわよ。それ新しいお笑い芸人？おめえ本当に知らねえのか？あ、わかった。新しい詐欺師でしょ。違う？もうそんなことより楽しく飲みましょうよ。焼酎でいいかしら？邪魔したな。ちょっと、もう帰っちゃうの？お兄さん、これからが楽しみなのに。お客さん、もうお帰り？ああ、勘定を頼む。綾香が何か失礼でも？いや、そういうわけじゃない。ごめんなさいね。あ、お代は結構ですよ。だって何も飲んでないじゃない。すまんな。またいらしてくださいね。ここか。ああ、あのオカマ野郎、ただじゃおかねえぞ。よし、行くか。いい加減白状したらどうだ。あの日お前が公園でパスポート渡してるとこ目撃されてんだよ。その時はたまたま彼氏と待ち合わせしてただけって言ってるでしょ。ガタガタ抜かすんじゃない。正直に言え、人弁師って野郎はどこにいる？あやかちゃん、早く。はい。ようやく本性を現しやがったか。第三公園がいつもの取引場所だ。おそらくそこに逃げ込んだな。あいつら切り刻んでやる。観念するんだな。最近どうも偽造パスポートの買い手が減ったと思ったら、てめえらがパスポートを横流ししてるらしいな。こっちは商売上がったりで困ってるんだよ。この落とし前どうしてくれる。殺すだけじゃもったいねえ。切り刻んでナマスにしてやる。もしかするとお前らジャカの残党か。あ、何者だ。俺もこいつに用があってな。悪いが、お前らに用はねえ。邪魔するとお前も細切れにするよ。ちょっと待て。こいつどこかで見たと思ったら、キリュウじゃねえのか。何？キリュウだと？お前ら細々とパスポート作りの内職か。黙れ。お前のおかげで俺たちどんだけ苦しんだか、ぶっ殺すぞ。
助かったわ。あなた、人弁士に頼み事があって来たんでしょ？ああ。本当は騙すつもりはなかったんだけど、ちょっと試させてもらったわ。春明に偽造パスポートを作ってくれ。あいつがしばらくこの町で働けるように。分かったわ。ママ、お願いしていいよね？まさか。その通りよ。さっきのお店で待ってます。キリュウちゃん、いらっしゃいませ。ありがとうございました。おお。うっしゃ！
来るで。あまばや。いらっしゃいませ。うまい。ありがとうございました。はい、これがお望みの品よ。これを神明に届けてあげて。桐生さん、あなたのことは知ってます。風間さん、撃たれたみたいですね。何？そのことと関係あるかは分かりませんが、実は5年前に風間さんから依頼があったんです。どういうことだ？ある一人の人間を捏造してくれって。出生記録に住民登録、卒業証書、免許、医療記録、パスポート、公共機関にも捏造した記録を仕込んでね。記録の中でのみ実在する人物を作り上げたんです。それは私が話せるのはここまでです。それじゃ私たちはこれで。Special thanks to my patrons, Justin Wood, Hobbs, Koopy Vegeta, Gunrunner, Water, and Bat.
You can join my patrons at patreon.com/HoldenGatsby, follow me on Twitter @HoldenGatsby, and follow my Twitch at twitch.tv/HoldenGatsby. Don't forget to subscribe to both of my channels. Thanks for sticking around. Bye.